ジアッタテラス琉球村ムーンビーチ ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾート女村は沖縄県内沖縄本島の中央部に位置する村である日本屈指のリゾート地であり東シナ海の海岸に沿って走る国道58号線沿いには多くの大型リゾートホテルが立ち並ぶアメリカ合衆国のビルクリントン大統領やロシアの プーチン大統領などの世界の首脳も2000年の九州沖縄サミットの際には当村のホテルに滞在した。女村漁業共同組合により1989年から産後移植活動1998年からの養殖植え付けが行われ女村コープ産後の森連絡会やチームチュラ産後など産後の保全再生活動が活発になり産後省は 漁業や観光業の重要な資源であり女村の大切な宝として自然環境に優しい地域づくりを目指し2018年7月21日、産後の村を宣言。2016年現在、女村の総面積50.83平方キロメートルのうち約3割を米軍基地が占めている。沖縄本島北部の西海岸に位置し北西に東、シナ海を望む。 南北2 7 4トル、東西4 2トルと細長い地域である。山ちの地形で、村面積のうち8割は山岳、3割は群葉地である。各所に消火線があり、その河口域に集落がある。河口には小規模なマングローブが見られることもある。水が豊富であるため、古くから稲作やイグサの栽培も行われた。またこの地域は、 シュリアナハから見た場合、ヤンバルでは最も近いところに位置するため、地下山源とも呼ばれていた。村内では女だけが最も目立つ山である。山林は主に琉球松などからなる虹林に覆われる。女だけにはかつては保存の良い商用樹林もあり、ヤンバルクイナも生息していたと考えられるが、現在では、米海兵隊の実弾演習場となり、立ち入ることができない。 琉球末やすすきのブッシュが大部分である。1673年に金紛りと読炭酸紛りからそれぞれ分離され、12の村をもって女紛りとなり、1908年に女村となる。1975年の海洋博覧会開催を境に道路整備が進み、その後現在のようにリゾート地へと発展した。ただし、 内陸部の大部分は米軍基地であり、林野の中を金網が走っていて、その内部は立ち入り禁止となっている。女学習編は実弾演習場である。女村女と探茶の間に、沖縄中南部方言と沖縄北部方言との境界があり、太平洋側では、うるま市石川と金町、やかの間にある。村長、 長浜吉見ランデブーポイント9カ所民間救急ヘリコプターメッシュのヘリポートとして、使用小中学校図書館女村の総面積で、米軍基地が占める割合は約3割で、県内市町村別で、米軍基地面積の占める多さでは10位となる。1972年以前は、ナイキハーアキュリーズやメース B など核弾頭を装備した米軍ミサイル基地の拠点の一つであり、 現在は、総価学会の施設である沖縄研修道場に、付属する平和記念館として、一般公開されている。2010年現在のミサイル発射台や移管後の、自衛隊基地花と女のミサイルサイトはどちらも、自衛隊に移管されている。那覇から沖縄自動車道を利用して、1時間程度の距離に位置する。 村内を通る一般路線バスは20番48番120番の3路線。20番120番は主に国道58号を経由し、那覇市と名護市を結ぶ路線で、20番は那覇バスターミナル発着。120番は那覇空港発着で女村内は両路線とも同一経路である。十八番は県道六号を経由し、読谷村とうるま市石川地区を結ぶ路線。 沖縄エアポートシャトルは、那覇市と女村の間で沖縄自動車道を経由する。BT イコールバスたかつては、県道104号を通り村内陸部の基線バルを経由するバスも運行されていたが1995年に廃止された。また、上記の他に、那覇空港、那覇バスターミナルと女村内の主要、リゾートホテルを結ぶ沖縄バスの空港リムジンバスが、 運行されているありがとうございます